皆さんこんにちは、ゆうじくんです。今日なんとスペシャルゲストにお越しいただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。竹内さんに来てもらいました。今竹内さんは千葉県テーブルテニスジムラビエスという卓球場でレッスンとかもやっていて、一般層の方とジュニアも両方やられてるんですか？そうですね、ママさんもやってますし、子供のジュニアもやってます。はいはい、概要欄にその URL とかも貼っておきますので、まあ、気になる方はぜひちょっとチェックしてみてください。ということで今日やっていく企画なんですけども、試合を、はい、やらせていただきたいなと思いまして、やりましょう。終わった後に、まあ、いろんなこう皆さんもね、なんで時計数これがこんなにうまいのとか、この技術ってどうやってやってるのとか、そういう質問とか多分いっぱいあると思うんですよね。試合やった後に感じたことを通して、まあ、技術解説っていう風にちょっとつなげていこうかなと思いますので、皆さんよかったら見てみてください。実績、はい、ちょっとご紹介いただけたらなと思います。はい、高校の時は全日本ジュニア、まあ、2年連続で準優勝、はい、その時1年生の時は高際健一さんに、はい、でその次の年は岸川誠也、まあ、2位は良かったんですけど優勝できなかったです。その時やっぱ結構悔いとかありました？運がなかったの。運がなかった。大学の時は全日本学生で2位です。うわ。その時のちなみに全日本学生の優勝は高際健一さん。社会人ですね。社会人、全日本社会人2位です。ちなみにじゃあその時の2位で、優勝は高際さんではなく松平健二です。おお、なるほど。一番最近の成績って言ったら全日本4回戦のやつです。去年4回戦で、はい、まあ、全日本でいうとシングルはベスト8まで最高は行っていて、全日本ランカーです、はい、でダブルスは2位です。ダブルス2位、あの横山優一選手と組んで、まあ、社会人ダブルス優勝してました。そうですね、忘れてました。10年以上前。はい、ということで今竹内さんが使ってるラケット紹介、はい、まずラケットがルーティスレボン、あんまり使ってる人いないんですけど。いや、初めて聞きました。はい、普通にカンボなんですけど結構硬くて力入れずに打ちたいなっていうので選んでます。ラバーが強強のブルースパンです。中国ラバーって夢ありますよね。そうですね、結構いろんなボール出せるんで。そうですね、バックがバスターと G1 です。ありがとうございます。です、皆さんよかったら参考にしてみてください。はい、よろしくお願いします。はい、早速、ガチ試合の方に行って、先ほど言った、まあ、ちょっと技術解説とかの方にもやっていきたいと思いますので、ぜひ今日一日よろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。よし、じゃあ、お願いします。お願いします。最初のグー、チェック、グー、レシーブで、はい、お願いします。お願いします。
ですね。Okay.
うわで動画を見てくれてありがとうございます。動画がいいなと思ったらコメント高評価いただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。 Twitter とインスタもやってますのでよかったらフォローしてください。では次回の動画もお楽しみに。またね。